直接の利害のない専門家で、で複数の専門家の意見を聞く、結構あの情報型で押しつぶされそうになるっていうか。堀さん、最後にいかがですか、ね、頑張ってください。堀江さん的なライフスタイルっていうか、まあ、どんどん、まあ、会社作っていくんだっていう、それが一番いい稼ぎ方だよ。この年になってがんにまでなってから分かって、まあ、あんまり生かしようがないんだけれども、まあ、息子娘の世代には伝えていこうと思ってます。いや、有酸階級になりたいですけど、でもやっぱ失敗のリスク怖いんですよね。面白いね。みんなそうだと思いますよいやだからなんでみんなそうなのかが理解できないんだよね。ただやっぱり今失敗しても昔と違って転職できるじゃないですか、うん、リスタートができるし、こう借金とかなんかこう余計なものがこうなければもう一回やればいいだけだから、いっぱい借金して不動産投資しちゃって、でサラリーマンでも大家さんとかって言ってる あれが危なくて、人的資本って言いますけど、まあ、自分を使っていくっていう、投資していくっていうのがどうもいいんだろうな。やっぱりこうなんかリスクを取る側に なってリスクを取ってこうと、なんかリスク取りたくない人たちから利益を吸い上げる仕組みっていうのがこう資本であり、そこに参加するのが株式だからさ、まあ、そういうものをこう上手に使っていくのがいいんだろうなと、うん、まあ、堀江さんを見習うといいんですよでもさ、なかなかやんないですよね。面白いことにこれだけね言ってる割には意外と本当にいないですね、リスク取る。面白いことがやりたいとか言いながら、うん、面白いことが何も思いつかなかったりするのが結構現実だったりするから。面白いことを思いつかないんではない理論なんですよ僕。面白いことは思いついてんですけど、ちょっと大それたことすぎて自分にはできないと思って言うことすらしないんですよね。そういうことをこう自己規制してるうちに面白いことを考える能力自体が縮小するじゃないですか、うん、だからあっという間に50代ですよ。おもう50歳だと思って、これだけわーってこういろんなことやってても50代、もう50歳だ俺ちょっとやっぱ人生無駄にしてるわって思ってますからね。それでも焦った方がいいですよ。もっと23歳でしょ。23ですよ。絶対焦った方がいいですよ。はい、ということでこれ最後になるんですけれども、これがん投資、それらの情報の集め方も山崎さんは似ているというふうにおっしゃっています。投資でもなんかこう送り人とかって言ってこう稼いでる人の話聞いて、これ真似するとうまくいくんじゃないか。でもそれはこうある短い期間ある人が、まあ統計でいうサンプルの N イコール1ですよね、成功しただけの話だし、でこうやっぱりがんの場合でも余命っていうか予想を正確にこう導き出したいと思った時に、やっぱりある程度こう客観的なエビデンスがあって、例えば標準治療これぐらいだと、だいたい5年生存率が 30% とか、やっぱりそういうデータをこう持ってきて判断しなきゃいけないんだけれども、結構まあ、一つには書籍とかなんかでもこう情報が溢れてますよね。こんな風にやったら治った、ステージ4のがんが消えてピンピンしてますみたいな、なんかそれが結構楽そうな方法だったり、なんか温泉使って30種類の食べ物を食べてたら治りましたみたいな話だったりするから、でもそれってこう心が動くわけですよね。じゃあでも自分が専門家じゃないんだから誰をどう使うかっていうことを考えると、まあファイナンシャルプランナーの使い方みたいなことに少し似てくるんだけれども、自分と直接の利害がない、直接の利害のない専門家で、で複数の専門家の意見を聞く、で、まあ、やっぱり一人の専門家だと偏ってたり間違ってたりすることがあるから、まあ、そういう情報源をセレクトしないと結構情報型で押しつぶされそうになるっていうか、情報のこう選択の方法っていうのはかなり意識的に考えなきゃいけないな。人を信じちゃいけない、特に投資の世界では信じちゃいけない、
金融マンなんか信じちゃいけないし、山崎さんの言うことも信じちゃいけないとは言うんだけれども最終的には何かを信じる。でもそれは確率の高いものを信じた方がいいから、例えば複数の専門家をある程度セレクトしておいて、その中でこう情報をこうあの露化するっていうか判断していくっていうか、そういうふうにしないと、がんってもたくさんの人ががんになるから、情報にこう負けちゃいそうになるっていうかな。それはでも投資も結構そうなんですよね。だからまあ日経平均はこれからどうなると思いますかとか言われたら、まあ、商売だからあの こうでこうでこうなって FRB がこうしたらこうなると思いますよみたいなことを言うけど、それってあの商売だから言ってるし、その話の中に面白いことがあればいいなと思って言ってるけど、予測としては何の意味もないですもんね。だからあの私の言うことを信じないでくださいっていう、それに近い。神谷さん、あのそろそろお時間なんですけど、はい、今日いかがですか。がん保険は解約しますか。がん保険ちょっとまずお母さんがやってると思うので、母にちょっと、はい、あの今すぐ解約して、あお父さんも解約して、おばあちゃんも解約してって言っときます。あと健康診断も行こうと思います。健康診断行きましょうね。堀さん最後にいかがですか、ね、頑張ってください。ありがとうございます。僕も何かいい情報があったら言います、うん。そのためにね、あの予防医療普及協会とかもやってるんで、お医者さんのネットワークだけはかなりあるんですよ。これ大事ですよ。すごい助けられてますもん、その医者の情報に、うん。僕はあの3年ぐらい前にサイヘルニアっつって、まあ、腸がへそから出てくるっていう状況になったんですけど、それ予言されてましたからね、医者から。あのちょっと出べそ気味になってたんで、これ腸出てるかもしんないよって CT の画像見せてって言われて、でその専門医に見てもらったら、うん、これはあの腸の中あの腹腔内からその脂肪がね出てきてますよと。でも CT 見たら一発で分かって、これは手術した方がいいですねって言われて、でも痛くないから手術しないですよね。でもこれある日突然腸が出てくることがあると、お腹になんか圧力かかった時に出るかもしれないって言ったら、本当にスノーボードしてた時に出ちゃって、ポンってポンって、あのもちろん皮膚があるんで、皮膚があるんで腸がそのままビヨーンって出るわけじゃないですよ。ゾンビみたいに腸が皮膚の下に出てくるんですよ。で戻るんですよ。で戻りきれなくて、こうなんかキュッてしまっちゃうんですよ。嵌頓状態って言うんですけど、そうなったらもう激痛なんですよ。でこれほっとくと腸が死んで、で腸の中身が腹膜内に出て腹膜炎になるんですよ。そうすると命に関わる、ええ、でも僕聞いてたんで、これはもしかしてあれかもと思って、スノーボードやってたんで服こうパーって脱いでたら真っ黒になってて、あこれはあの言われてたあれだと思って、あの即救急車で病院に行って、ええ、そしたら先生が、ああCT 撮りますねって言われて、 CT 撮ったらそうなってたんで、でもまだ死んでないんで大丈夫ですって言われて、ポンって入れてもらって、そしたら痛みがすぐなくなって、でもこれってまた出てくるんですよね、そうですねって言われて手術してきますかって言われてしました。でもそうやって医者にそうやって聞いてるんで、これ大事ですよ。医者に聞いてると、そういうこう致命傷になってしまうような病気にならずに済む。だから僕ワクチンとかもめっちゃ打ってますもん。山崎さん、あの準レギュラーとして本日いかがだったでしょうか。そうですね、やっぱりあのこういい番組だなと思ったんで司会をあの心から応援したいと思うんで、なんかこうあの背中に背後霊みたいにこういて、でもし心が折れたら代わりになるぞぐらいのつもりであのいるような、あの背中にいると思ってください、はい、でもこれであの死んじゃったらなんか冗談で済まなくなるから、だからまあなるべくねあの死なないように長く粘って、あの番組を眺めていきたいなと思いますね。ちょっとねがん保険の話とかしてるんで地上波テレビとかの出演機会減るかもしれませんけれども引き続き、堀江ワンをよろしくお願いいたします。山崎さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。